小鳥のお部屋、事件ファイル。京王線死傷放火事件。2021年10月31日、京王線特急新宿行きの車内で、凶悪な無差別死傷放火事件が発生。犯人の服部恭太は、友人関係がうまくいかないという理由で、死刑になりたくて、このような凶行に及んだという。この事件で、18人の人が負傷。その中には、心肺停止の重体まで陥った方もおり、事件の凶悪さが世間を震撼させた。事件の経緯。今回の凶悪犯、服部恭太、当時24歳は、2021年10月31日午後8時頃、京王線特急新宿行きの車内で、突然乗客を切りつけた後、ライターオイルを巻き、車内を放火。この日は、渋谷でハロウィンのイベントがあり、服部は京王八王子駅近くのビジネスホテルに滞在。ジョーカーのコスプレをし、17時頃には、最寄り駅の京王八王子駅から、京王線の上り電車に乗車。明大前駅に向かった。その後、井の頭線に乗り換え、渋谷に移動。ハロウィンイベント中の渋谷を散策した後、18時40分頃、渋谷駅から調布駅に向かった。その後、調布駅で京王線上り特急に乗り込んだ服部は、電車が調布駅を出発した直後の午後8時頃、男性会社員、当時72歳を襲撃。殺虫剤を顔にかけた後、持っていた刃物で刺した。服部は、刃物をバッグから取り出そうとしたが、それを男性会社員が注意したところ、それに逆上。男性会社員を襲撃し、刺した刃物は肺まで達したことで、男性会社員は心肺停止状態にまで陥った。これを目撃した乗客は、車内に設置されている非常通報装置で、特急列車に乗り合わせていた車掌に通報。しかし、通報内容が聞き取れず、車掌は状況を把握できなかったという。そのため、服部は持っていたライターオイルを車内にばらまき、ライターを使い放火。さらに殺虫剤のスプレーにも引火させた。その後、服部は別の車両に移り、移った車両の座席に座り、タバコを吸い始めた。この凶行で、電車内はパニックとなり、乗客は次々と前方の車両に逃げ出した。これらの異常を感知した電車は、国領駅に緊急停車。乗客はホームに逃げ出し、車内とホームはパニックとなった。そんな中、服部は車両前方の5号車に移動し、右手にはナイフを持ったまま、すかした顔でタバコを喫煙。その後、服部は駆けつけた警視庁の警察官に、殺人未遂の容疑で現行犯逮捕された。その後、警視庁は11月に、服部を殺人未遂、及び現住建造物等放火の疑いで再逮捕した。この事件で、一人の男性会社員が刃物で刺され、意識不明の重体となり、その他17名が、煙を吸い込むなど、軽傷の被害を受けた。警察の取り調べで、服部は動機について、仕事や友人関係がうまくいかなくなったことで、死にたいと思ったが、自分では死ねなかったため、死刑になることを考え、大量殺人を計画。京王線に乗り込み、事件を起こしたと供述した。さらに、東京なら人をたくさん殺せるという、ふざけた理由で、東京での犯行を計画したという。さらに、犯行について、2ヶ月前に起こった、小田急線で起きた、無差別死傷事件を参考にし、停車駅の間隔が長く、逃げ場のない特急を選び、雑踏より電車の方が確実に人を殺せると思ったなどと供述。小田急線の事件では、サラダ油を使用されていたことで、火が燃え広がらなかったことから、服部は犯行に、ライターオイルを選んだという。警視庁は、服部を殺人未遂、及び現住建造物放火の容疑で、東京地検立川支部に送検した。その後、東京地検立川支部は、服部の鑑定留置を請求、精神鑑定が行われ、その結果、刑事責任能力ありと認定された。これを受け、東京地検立川支部は、2022年3月11日、服部恭太を、殺人未遂、銃刀法違反、現住建造物等放火の罪で、東京地裁に起訴した。服部恭太の生い立ち。福岡県福岡市で生まれ、福岡市立千代小学校に通い、その後は福岡市立千代中学校に通った。高校は福岡県立福岡医政高校に進学。幼少時代は、父親、母親、妹の4人家族で育ったが、その後、父親と母親は離婚。服部と妹は母親に引き取られた。小学5年生の時には、学校創設120周年の記念誌が発行され、そこには、野球選手になりたいという夢を綴っていた。中学時代には、陸上部と柔道部に所属。中学3年の時には、福岡市で開催された。総合体育大会陸上競技大会に出場したが、予選で敗退。当時の同級生の証言によると、子供の頃はおとなしい性格で、あまり目立たないタイプだったという。別の同級生だった男性も、グループを作って行動するタイプではなかったと語り、勉強やスポーツに関しては普通で、存在感がなかったという。その後、福岡県立福岡医政高校に進学。高校では空手部に所属。後に主将まで務めたという。高校生の時、福岡市内の団地に引っ越した。地元では、地味でおとなしいタイプで、挨拶を欠かさず、困っている人の荷物を持ってあげる。優しい一面もあったという。地元の人の証言によれば、当時、服部には彼女がおり、どちらも目立たない、地味なカップルだったが、とても仲が良かったという。高校卒業後、専門学校に進学。その後専門学校を卒業し、介護ヘルパーの仕事に就職。その後は福岡市天神にある、漫画喫茶に勤務。しかし、2017年頃には、付き合っていた彼女と破局。彼女は別の男性と結婚したという。元同僚の証言によると、服部は彼女と別れてからというもの、途端に元気がなくなり、次第に病んでいったという。それがきっかけになったのかは不明だが、服部はその直後に、勤務先の漫画喫茶で、盗撮事件を起こした。犯行の詳細は、漫画喫茶の男女共用シャワー室に、カメラを設置し、シャワー室を盗撮。その後、成人していた服部は、母親に付き添われ、警察に出頭したという。しかし、このことに懲りず、再び2回目に及んだ。その盗撮が発覚した後、被害者とは示談で済ませたが、漫画喫茶は、さすがに解雇になったという。その後、福岡市内の携帯電話の関連会社のコールセンターで、通信機材の営業販売の仕事に従事。しかし、2021年5月頃、顧客からのクレームが原因で、配置転換となり、6月には退職。7月には、一人暮らしをしたい。気分転換で一人旅がしたいと言い残し、福岡市から神戸市に移住。その後、名古屋に行き、東京の八王子まで、ホテルを転々とする日々を送った。しかし、次第に貯金が底をつき、消費者金融からお金を借りて、生活費を工面する生活を送った。八王子のホテルでは、宿泊費1ヶ月分13万4千円を、一括で前払いし、さらにジョーカーの衣装一式を、約20万円で購入。この頃から、犯行に使用したライターオイルや、殺虫剤などを購入し、犯行の準備をしていたという。裁判。2023年6月26日、東京地裁で初公判が開かれた。服部被告は、起訴事実について、全面的に認めた上で、12人の乗客に対する殺人未遂については、争う姿勢を示した。検察側は冒頭陳述で、ライターに火をつけたことで、車両の連結部分付近の乗客12人が、放火により死亡する危険性があり、殺害に及ぶ行為に着手したと指摘。その上で、服部被告は電車の連結部分に複数の乗客がいることや、人が放火により死亡するであろうことを認識していたと認定。付近にいた12人に対しても、殺人未遂が成立すると糾弾した。それに対し弁護側は、ライターに火をつけた時点では、具体的危険性はなく、殺人に着手したとは言えないと説明。その上で、ライターを投げた時には、乗客たちはすでに逃げており、実際に死亡する危険性はなく、12人に対する殺人未遂罪は成立せず、服部被告は連結部分にいた人数が、12人と認識しておらず、殺意は認められないと反論した。被告人質問で、服部被告は、事件の2ヶ月前に、都内の小田急線の車内で、乗客が切りつけられる無差別襲撃事件が起きたことを知り、電車内でガソリンをまいて火をつける計画をしたと供述。自らが死刑になるために、たくさんの乗客を焼き殺すことが目的だったと語った。しかし、着火時に左手の手袋に引火し、炎が高く上がり、黒煙も出たため、とっさに、死刑以外の方法で死ぬわけにはいかないと、後方の車両に戻った。車内でタバコを吸っていたことについては、計画が失敗し、落ち込んでいたと語った。事件当時、ジョーカーの格好をしていたことについて、検察官に、ジョーカーの存在について問われると、服部被告は、殺人行為を何とも思っていないキャラクターに見えた。そういった感覚と気持ちにならないと、殺人はできないと思い、ジョーカーになりきるためだったと供述した。精神鑑定を行った医師が、公判に出廷し、服部被告は、心理的な負担を死によって、回避しようとする傾向にあると証言。自分の人生を無価値なものと認定し、確実に死ぬ方法として、死刑を求めて犯行に至った間接自殺と説明した。2日目の被告人質問では、服部被告は事件後初めて、申し訳ないと思っていると、被害者に対して謝罪の気持ちを示した。これまで被害者に対し、謝罪をしなかったことについて問われると、服部被告は、逮捕されて、しばらくはまだ死刑になるかもしれないと思い、謝罪や反省をしたら、死刑になれないと思ったと説明した。その上で、今回の事件を起こしたことによって、どれだけの人に迷惑や苦しみを負わせてしまったのか、今は事件を起こすべきではなかったと、後悔の念を示した一方で、賠償については、被害者が求めているなら、応じる気持ちはある。しかし、金銭的な余裕はないと語った。後半では、一時心肺停止の重体になった会社員の男性が出廷。字を書いたり、物を持ったりすることや、食事をするのも大変になった。なんでこんなことをしたのか、謝罪もできない人間は、罪を背負ってほしいと、心境を明かした。7月21日に行われた論告求刑で、検察側は、人出の多い夜、走行中で逃げることができない特急電車を選び、計画的に犯行に及んだ。逃げ遅れれば、多数の死傷者が出る危険性があり、事件は模倣性も高く、社会的な影響も大きい。元交際相手の結婚を知ったことや、職場で異動を言い渡されたことは、事件を正当化する事情にはならず、動機は身勝手だと指摘。服部被告に懲役25年を求刑した。一方弁護側は最終弁論で、ライターを投げた時点では、乗客は危険な場所から逃げており、殺意は認定されない。たとえ逃げていなくても、乗客が死亡する危険性はなく、乗客12人に対する殺人未遂罪は成立しないと説明。懲役12年が妥当と、情状酌量を求めた。2023年7月31日、判決公判が行われ、東京地裁は、服部被告に懲役23年を言い渡した。判決で裁判長は、刺された乗客について、殺人未遂罪が成立するとし、それ以外の乗客についても、放火により、12人のうち、10人については同罪が成立すると判断。残る2人は、当時の車両内での位置関係などから、成立を認めなかった。その上で、身勝手な理由で、偶然電車に乗り合わせた、多数の乗客の命を狙った無差別的で、悪質極まりない犯行だ。走行中の電車内という、逃げ場のない状況で、パニックに陥る乗客たちを、焼き殺すために点火し、多くの死傷者が出た可能性もあり、社会的影響は大きく、無差別的事件の中でも、特に重い部類の事案だと断罪した。判決文を読み終えた裁判長は、服部被告に対し、長い服役期間になりますが、事件や被害者、自分の社会復帰後について考えて生活し、苦しくても、生きてきちんと、償いをすることを忘れないでくださいと説諭した。その後、控訴期限の8月14日までに、弁護側、検察側の双方が、控訴しなかったため、服部被告の懲役23年の判決が確定した。今回の事件は、元彼女に振られたことと、お仕事がうまくいかなかったという、個人的事情のために、身勝手に他人を巻き込んだ、凶悪な事件だったと思います。今回は、人は亡くなっていないですが、一人の被害者については、一時は心肺停止の重体まで及び、その後奇跡的に回復はしましたが、ひどい後遺症に悩まされ、今も苦しんでいるといいます。そして、他の12人の乗客に対しても、恐怖心を与え、最悪トラウマになった人も多いと思います。そういったことを踏まえると、懲役23年の判決は妥当と思いますし、むしろ、人は亡くならなかったにしても、電車内で、しかも走行中の特急電車の中で犯行に及ぶという、悪質極まりない行為であり、性質的には、無差別テロと何ら変わらないことから、決して重い判決だったとは、全く思いませんでした。小鳥も電車にはよく乗りますし、日本の電車は、世界から見ても、すごく安全で、安心して乗ることができる公共交通機関であり、そういった意味でも、今回の事件は、絶対に許されることではないと思います。こういった、ふざけた事件が、今後二度と起こらないことを、切に願います。小鳥のお部屋、事件ファイル。よろしければ、チャンネル登録をお願いします。